アニョハセヨ。麦の港役を務めさせていただきました黒川宗也と、星川より役を務めさせていただきました柊木ひなたです。韓国でお菓子を食べる動画が大人気だったので、今回は第2弾をやっていきたいと思います。イエーイ。次は僕とこれさっきから気になってる。何グミ、グミ、グミ、リンゴかな、リンゴのグミ、リン、リンゴ、グミです。食べていただきます。美味しいです。柔らかいような硬いような、なんか中身もめっちゃゼリーみたいで外はちょっと硬い。初めての感触、なんか中は柔らかい、めっちゃ柔らかい、うん、チューイングガム、ガム、チューイングガム、あの飲み込め、あれ違うか、何飲み込め、開けてみよう、開けてみましょう。いただきます。噛んじゃいけないやつ。美味しい、うん、美味しい、酸っぱ。美味しい。確かにちょっと酸っぱい。あ、チューイングガム。これ飲み込んじゃっても大丈夫。たい焼きみたいな。クッキーじゃないですか。魚。魚のクッキー。魚の形してる。うん。待って。え、これ頭から食べる、尻尾から食べる、背中から食べる。背中から。いただきます。いただきます。美味しい。なんかケーキみたいな、スポンジ、可愛くて美味しくていいね。美味しい。食レポしてください。甘くて、はい、柔らかくて、はい、甘いです。日本は夏も食べますね。年中食べてる、うん、韓国でもたい焼きがあるんです。ちょっと今度たい焼きを。え、じゃあこっちにするわ。で、これあれじゃない、あの、あれだよ。どれ、今わかんないけど。いただきます。匂いはめっちゃいい、チョコレートみたいな。チョコ、柔らかい、ずっと食べてそう。なんかサクサクしてて、うん、家にあったらもうずっと食べてる、うん、サクサクが止まらない。止まらない。おいしい。その中で一番美味しかったこれと、これと、どれどれ、これ酸っぱかったけどちょっと美味しかった。これグミ結構美味しかったかな。これ確かにめっちゃ美味しかった。でもこれはなんか意外だよね。そうそう、これ甘いよって言って渡して、うん、めっちゃ酸っぱかったよみたいな。なんかそういうのやってみたい。家族のお土産に、うん、持って帰りたい、持って帰りたいです。カムサムニダー。カムサムニダー。